モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはいと物語あまおセットプレゼント。このいと物語あまおセットというのは、飲むヨーグルト博多あまお、食べるヨーグルト微糖あまおいちごソースがセットになったもの、すごくすごく美味しいセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージをお寄せください。そしていよいよもうあと10日を切りました、はい、3月28日日曜日は11時からとお昼3時から少子中寺のおもろい落語会やります。あの準備は着々と進んでおりますので、はい、皆さんはねきちんと体調を整えて、そして当日はマスクの下で大笑いしてくださいね、はい、さあそれでは今日は金曜日なんで大賞発表、その前に今週のノミネート作品紹介していくことにしましょう、はい、今週はねまた面白いのが多かった。まずはね可愛らしいものからいきましょうか。こちら女性の方、お名前は控えておきますね。先日次男が無事卒園式を迎えたんです。その記念にメッセージしました。私人より高齢での出産だったんで、保育園で周りのお母さんよりかなり年上だったんです。次男はそんなこと関係なくすくすくと成長していきました。この子が可愛い顔して観察眼が鋭くって、周囲や物事をよく見ている子供、大人が答えに困ったりドキッとすることがちょくちょくあるんです。そんな次男が年少さんのある日の出来事、保育園から帰ってきて可愛い澄んだ瞳でじっと私を見つめてくるんで、どうしたのってにっこり聞いたら、なんでママのおでこにはしましまがあるとしましまそれからというもの、シワに効く化粧品に変えたのは言うまでもありません。いつまでも綺麗なままでいろっていうメッセージと受け止めました。息子たちの厳しい視線に母は負けませんよ素晴らしい同志がいましたね。おっとおっと、もう嬉しいな、語り合いたいもうしましまは隠れるように前髪おでこはツルツルよ、ツル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 ですか。なぜかというと動かさないから怖いだテレビ見てる人がそのさ なんていうかさおでこを動かさない、怖いよ動かさないようにしてるんですね。そうですよ。さあそれからね、これもいきましょうか。ここからすごいことになっていくよ、はい、女性の方、我が家は母と姉2人、私の女だらけの4人家族。これは私が小学生で姉2人が高校生の頃、家族4人でハワイに行った時の出来事。その日は1日海でのレジャーオプションを楽しんでいました。ハワイのインストラクターの人たちは日本人と違ってみんなノリもよくテンション高め。そんな普段とは違う雰囲気に私たちもやっぱりノリが日本人と違うねと楽しくバナナボートやパラセーリングなんかのアトラクションを楽しんでいたんです。そして海辺のお店で一休みしている時、ふと浜辺を見たら何やら大きな球体の装置、近づいてみるとそれは人がその球体に大の字で手足を固定され、手で押すと縦横無尽に回転するというアトラクション。姉の一人がやりたいと言い出してチャレンジすることに。そこそこの数のギャラリーが見守る中、姉は大の字で手足を固定されいざスタート。もちろんこの装置を手で回すお兄さんは現地の方でテンション上げ上げ系、はい、レッツスタートと力強く回してみたり、逆さの状態で止めてみたり、ノリノリで回転させていましたキャーッと楽しそうに回る姉、逆さになって姉の水着のスカートがめくれてビキニが見えたその瞬間、ん？何？え？毛がめっちゃはみ出てるんですそうなんです、姉は処理が甘くってビキニの両サイドからはみ毛、いや湿気、はみわかめ、そのはみわかめに気づいた私たちはすぐにノリノリの回転の お兄さんにストップストップと訴えますが、ノリノリ回転のお兄さんはハッハッハッ、もっと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  OK もっと
とさらにコツ回転、本場のノリノリ回転お兄さんのテンションを止める術もなく諦める私たち、そんなことを知る由もなくハミワカメ全開でギャハギャハ回り続けるわね。もっともっとオッケー、もっとこりゃ大変ハミワカメ、そう手が動かせないですから。そうですね。さあそれからね、これも良かったんだよな、女性の方。今回ね割と海外人ついてんですよね、私の親友の話。親友はワーキングホリデーでカナダに行ったっきり、なんと現地の人と結婚してそのまんまカナダに住んでるんです。相手は日本が大好きで日本語を勉強している人、いずれは日本で英会話を教えたいという夢があるそうです。ある日その友達親友から連絡が入って、夜の営みの話になりました。私はずっと疑問やったんやけど、ほら声ってさ外国人風に出してるの？おうみたいな。そしたら返事は Yes。 どうやら外国の人に合わせてやっているとのこと。そしてさらに親友から真剣な相談を受けたんです。英語では営みの時にここがいいのかって聞くとき Is it right? って言ったいね。うちの旦那さ日本語勉強しよるやん、やけんそれ聞くときにここ正しいここ正しいって聞いてくるけんマジ笑けてくると、もうそれ言うのやめてって言っていいやか、雰囲気悪くするやろかって相談されて、私面白すぎて答えが出せませんでした。中地どう思いますか？ここ正しい、ここ正しい、ここ正しい。もう最高クラス、最高だろ、最高だろこれ。いやーもうワールドワイドになってんだよな。それからね、実はこれも行きましょうか、はい、男性の方。今股関節の手術やったんで入院してます。入院のおかげでモーニングジャム楽しく聞いています。術後は順調に回復して今週末退院の予定。ホワイトデーにお返しがないと嘆いてる奥さんのメッセージ紹介されてましたね。本当に歯がゆいことと思います。うちの場合その反対、入院した時が2月12日、その時に妻から、はいこれバレンタインデーのチョコレートねともらったチョコレートが、ただのチョコレート、ただのチョコレートないからっていうスーパーマーケットのチョコレートね、数だけはそれが4つと、まあ普通以上の感じはあるけど、これがバレンタインデーのチョコレート、キリチョコにしてもう少し手間かけていいんじゃないというのは私のわがままでしょうか。でホワイトデー、新型コロナウイルスで入院患者面会禁止なんです。家族といえども病室はもとより病院の中に入れない。洗濯物やちょっとした荷物は看護師さんを介しての袋のやり取りだけ。連絡はメールや電話。こんな時のメールって本当に便利ですね。でホワイトデー、某有名メーカーの高級チョコレートをお返しに準備して、3000円のおしゃれなチョコ、それを洗濯物の一番下に忍ばせていたんです。サプライズを期待、サプライズを考えて、で交換した手提げ袋の一番下に入れておいたんですが、いまだに気づかないということは私の荷物もほったらかしにされてるんでしょう。私の人生やることなすこと裏目裏目に出ることはよくあります。人に尽くしてもそれが分かってもらえない、そんな星の下に生きている人生、これが私の人生だと自分に言い聞かせ、残りの人生がむしゃらに働こうと思ってます。で紹介したら、はい、こんなメッセージが届いたんです。え、女性の方。3月16日夜11時過ぎ頃、そろそろ寝ようかなと思った時にピロリンと友達から LINE、 見ると旦那さんから高級チョコレートもらった。私の手元には高級チョコレート、だけどこれは誰にも言ってなくて、誰も知らないことなのに、なんで友達が知ってるの、怖い、いろいろ想像巡らし、どうしてって LINE したら、今日のおもろい家族で股関節で入院中の旦那さんのメッセージがあって、まさかねと思いながら
送った。そしたらそのまさかがやっぱりそうだったんだ。私の主人はおもろい家族の大ファン、中地のイベントに出かけるぐらい大ファン、友達もモーニングジャム聞いてたおもろい家族の大ファン。私急いで YouTube 聞き直しました。私の言い分いいですか、はい、入院中の主人から受け取った袋の中に高級チョコレートが入ってるのを見た時、やった高級チョコレート、誰かがお見舞いでくれたのかな、嬉しい。めったに食べられないチョコレート、でも勝手に食べたら悪いから退院してから主人と一緒に食べよう。それからこれも言わせてください、うん、ただのチョコレートじゃないんです、うん、主人が好きなチョコレート、うん、でも大きい袋のやつが売ってなくって、ちっちゃい袋を4つ買いました、うん、プラス人気の店のケーキもつけたのに、何それ、うん、受け取った荷物はほったらかしにしてないし、すぐにチョコレートも見つけたし、気づいてたし、一人怒りました。なかなか主人と話せないので、しっかりモーニングジャムを通して私の思いを伝えてください。勝手にやってください。直接連絡取り合って。さあ、どれが良かったですか。うわー、それも良かったけど、正しいも最高です。ここ正しい。下ネタ好きだもんな。大賞決定。表彰状。ここ正しい。どうも。あなたの家族はこの度その面白さが認められ FM 福岡モーニングジャムおもろい家族大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮してください。2021年3月19日 FM 福岡モーニングジャムおもろい家族委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、副賞は糸物語の人気商品がセットになった糸物語あまおうセットをプレゼントです。おめでとうございます。来週も同じ商品ですよ、お楽しみに。